異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうと、ただひたむきに神のためにあり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつら、お前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。さて、追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒、使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て、そらどういうこった。まさか、まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも居ぬとも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹、鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。
職が模されようとしていた。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何？どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇都世に降りる。その念の力場を祭りという。そして祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるものなのだ。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らの求めしは光の高なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるで、かの時をなぞるがごとく、職が申されようとしている。残念だが、この祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。いや、宇都世とは日本に移りし月影のごときもの。月影を消すことは可能。月がすでに天にある以上、月影もまた日本にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし彼の地より遠く地上に差したる影に過ぎぬ。どうするにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証。すでに我らは因果の流れの中だ。影だの因果だの知ったことか。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もかかもってのよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスカもきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして
狭間の世界にある。狭間とは宇宙と核融の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いている。存外お前は南の宇宙士官ではなく、南を波立てる魚屋の城。忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ。やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う。それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教とどもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。カツ、あれ邪教と狩りか。それにあいつら見覚えあんな。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て。よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った。
夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて、彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。火を放て！すみません、ファルネーゼ様。体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ、お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからもずっと。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。なんでガッツの後つけ回すんだ。ガッツに弟子入りするのか。違うって。人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら。泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥。言うと思ったぜ。さて、追っ始めるか。
どこかに。あいつが。貴様は黒い剣士。貴様ら、邪教徒だな。おとなしく縄につけ。ここであいつに巨大な恩を売っとけば、コソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざとー。答えろ。お前らが借り集めた人間の中に胸に烙印が刻まれた女はいたか。知らんな。その女ならあっちで見かけたぞ。これが聖地だと。悪い冗談だな。吐きだめの間違いだろう。取り囲み、動きを封じろ。助けてくれ。俺は魔女とは関係ねえんだ。クイーンのある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。門の鍵をくすねておいたのよ。ここをこうやって。よし、開いた。この先にキャスカが。
に惹かれてきやがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。石泥、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺もあんたよ、くたばんじゃねえぞ。知らねえが、こんな場所にあいつを置いとくわけにはいかねえ。してました、黒い剣士殿。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に出されます。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。あなたはファルネーゼお嬢様にとって少々刺激が強すぎます。やりやがる。柄にもないことやるもんじゃないですね。ほんと食えねえ。キツネみてえな野郎だぜ。もっと早く
いつらと交流しねえと。キャスカ、すまねえ。やつら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえあのこれ足でまといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてくさい。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘りじっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。5人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは私を囲むこの世界、そして望みとは完璧な世界を孵化することだ。私は卵、完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ、それはこの世界に決定的に足りない最初で最後のかけら、すなわち。突然法王庁への帰還命令が下った。ヴァンディミオン家が手を回したものだった。告げ口したな、父上に。
知っているぞ。お前が私の行動を逐一本家に報告していること。私が危機として邪教徒どもを借り集め、家計にかけているとでも書き送ったのだろう。父上の命か。だろうな。心配性の父上のことだ。お前も当主には逆らえまいしな。はあ。だが忘れるな。お前の主は私だ。お前は誓った。私に剣を捧げると。お前の主はこの私ただ一人だけだ。はい。憎いか、私が。ああ、憎むなんて。いい、忘れろ。私は未だ囚われていた。さて、追っ始めるか。見事です、ファルネーゼ殿。これでこのアルビオンに救う邪教徒はほぼ全て捕らえたと言って過言ではないでしょう。いいえ、神のお導きです。という、この娘、
黒い剣士が救い出しに来た。黒い剣士と関わりを持つ邪教の巫女ですか。ふん、どうやらこの娘に関しては特別詳しく取り調べる必要がありそうですね。うひょー、間近で見るとどでけえな。こりゃジーンってより城塞だぜ。なんだこの気配は。首筋にジグジグ来やがる。死とか、いやもっと異様な。ここはやべえ。あの塔にキャスカが。俺が中から開けてやるぜ。何としても挽回すんだ。また烙印に引かれてきやがったか。お姉ちゃんを探しに行くぜ。魔女め、モズクス様、お下がりください。恐れることはありません。今こそ我らの信仰が試される時です。我らは神に救いを求める口を持ちません。信仰とは全てを要求するもの。あえてこの試練を喜んでこの身を捧げましょう。悔い改めよ亡者ども。信仰とは死ぬことと見つけたり。かかってきなさい。私は何者の挑戦でも受け。我奇跡を見たり。おお、これこそ神のご意志。この力を持て、皆を導けと。この魔女こそはアルビオンにはびこりし邪悪の元凶。この者を家系に処すことによって神の勝利を民衆に示すことこそ我が使命。やだ、死にたくない。俺の連れはどこだ。答えろ。いるはずがない。ありえない、こんなもの。くそ、頭が停止してやがる。いや、
リーが急いでくれねえか。切れそうなんだよ。礼拝堂に連れて行かれたんだ。なんだあの小さな生物は。おい、あんたもスキーじゃ。ただし邪魔すんなら切る。私なんかじゃない。誰か助けて。なんだ、何なのだこれは。黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。しもべたち、恐れることはありません。邪教の者どもが
いかなる頂上の技を用いようとも、その信仰に一点の曇りなくは、神は必ずあの力を打ち破るべく奇跡をお示しになります。ご覧なさい、この姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様、これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を執り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おお、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。私に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。何の真似か知りません。この魔女を渡すわけにはいきません。神の正義の名に打ち、神に許しく愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。聖地にはびこりし邪悪の元凶である、この魔女に処刑を執り行い、この女は俺がいただくぜ。ありません。
け！職が申される。まさかあいつもどこかに。戦うか救うか。クソ、こんな瞬間に俺はあの時と同じ結末に。また救えないと。剣士、神を恐れぬ愚か者よ。天罰敵面。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと。経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は死と並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。あなた、邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いに揃って、女一人にすがりついてんじゃねえ。信仰そのもの、祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。
今より身元に参ります。しかしせめてこの神敵を道連れに、我最後の命の炎で邪悪を焼き尽くさん。遠慮するぜ。こいつは一番神を信じたあんたの花道だ。でしょ。天国には一人で飛んできやがれ。時間で私の命も尽きる。その時こそがせめて最後は頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて、私にとって見上げ続け見下ろすだけだったこの世界、もういい、終わらせてくれ。この赤子は、これは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽き死にかけているのか。お前も私と同じか、異形の赤子よ。共に行こう。せめて私の中の新しき世界をゆりかごに夢を見るがいい。求めし者は来たれり。
俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように。俺はあいつを目にした一瞬殺意を忘れていた。それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って資料どもをかき分けさまよってきた。だが今あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。おい、ルア。カッツ、ヤスカお姉ちゃん。カッツはこれからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ、ここで。そうだな。かね、そんな安請け合いしちゃって。あ、そういえば今お客さんが来てるんだ。何でもリッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で男の人とは思えないほどすっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるでおとぎ話の中の人みたいな。あの黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あのただ闇夜に怯えるだけの子供が信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。縄文ぶち破る相手に牢城なんつう意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に火の光が差す。なぜこんなにも正確に当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ、まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ、祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち退かない、ただ一つ確かなもの。Thank you.
瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。信仰、いや違う、私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序を、イフを古う側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし私を守るはずの全ての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか？私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形を成して私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように、ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが私の預言者なのかもしれない。さて、追っ始めるか。全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。ケルト、どかないよ。いきなり切りかかるなんて、俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ一体ここに何しに来やがった。お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。
この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない、それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通れ。少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。ここからだ。
すかに高鳴っている。俺の血は凍てついたはず。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。見事な。ここからだ。ゾット？間違いない。あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット？
そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだ、ガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あー、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで。なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹の。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。わかってる。そんなことは無理だ。わかってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？あったぞ。ちょっと遠いけど、多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。合同の遺言だろ。元気でね、
キャスターお姉ちゃん、しっかり守らなくちゃダメだよガッツ。ユキ、そういや俺が高野団を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ、もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。you